こんにちは、タケチャンネルです。今回もですね、タミヤのビッグスケール、フェラーリの641スラッシュ2の製作の続きをやっていこうと思います。で、まあ、前回の動画で、このエンジン周りの配管とか液マニとかこの辺をね、製作したんです、取り付けしたんですけれども、今回は、このフロアとかその他もろもろをつけていこうと思います。で、ちょっとボディの方先やった方がっていう気もせんでもないんですけども、ちょっとねボディをやる前に他のものをやってしまわないとね、ちょっと部品が多すぎてちょっと大変なんで、先そっちをやっていこうと思います。はい、そしたらまずはねこのフロア周りの組み立てになるんですけど、前ボディと一緒になったね、このサイドパネル一応軽くというか研ぎ出しまで、サイドパネルだけ終わらせてあるので、これを、先にフロアに接着していきます。これはもう接着です。ここのリブの耳のところでもう接着していくっていう感じなんで、先にくっつけていきます。で、こことかはあのキット標準のねアルミキットに付属の、アルミテープを貼り付けてあります。キットにね、こう切り取り線を書いた状態でアルミシートが付属しているので、もうその書いてある通りに切り出すだけって感じですね。で、このフロアパネルにこのサイドパネルを接着していくと。これ今流し込みでねペタペタつけていってるんですけど、これ外からこうやって押さえて裏から流し込みを入れると、たまにね表にじわんと出てきてここにべちゃっと指紋がつくっていうことがあったりするので、くれぐれもねこういう作業をするときはその辺を気をつけてあげて、こうどこを押さえるのかっていうのを気をつけてあげてやってください。後ろ側がここに、結構ね収録外とかでねぼちぼち作業はやっちゃってるんですよ。なんでこの辺のこのディフューザーのねこの2段重ねになってるこのパーツとか、あとマフラーの出口の部分だったりとか、この辺とかはねちょっと収録外でつけてしまってます。まあ接着するだけなんでね、特にそんなに言うほどのこともないんですけど、つけてしまっております。なんせね部品がやっぱり12分の1になると部品が多くてちっちゃいので、こうある程度ねもう縫っては
つけて縫ってはつけてっていう感じで、こうある程度並行してやっていかないとね、収集がつかないんですよね。結構僕はこれ店でやってるから、まだテーブルがね広いんでね、まだなんとかなるんですけど、これ個人の人がね家でやるってなるとなかなか大変な気がします。これ制作始めた時からね言ってますけど、12分の1になるから部品が大きくなって作業しやすいやろうって思うと、こうしぺ返しに合うキットなので、12分の1になったから、逆にこう部品の分割細かくしてありとあらゆるとこ完全再現してやろうっていうのがこのキットなんで、その辺ね勘違いしないようにしてあげたらいいと思います。部品点数的には20分の1よりもだいぶ多いんでね、こっちの方が。こんな感じでフロアが取り付けてきました。こんな感じで、ここにいよいよねこのボディがくっつくわけです。でくっつけて下からネジで固定なので、ネジが1、2、3、4、5、6、7、8本、ネジを8本ですね。これを組み合わせていくんですけど、何箇所かにねピンが出てるんですけど、これあの下側になるんで、あのどこにピンがあるのか全く見えないので、もう目測で合わせていくっていう、予想で合わせていくっていう感じになります、基本的には。ただまあきっちり場所を合わせてあげればちゃんとクッとはまると思うので、ネジを止めていく。ああ、蓋開けた。ちょいとお待ち。マフラーがね結構ギリなんですね。ギリだからマフラーの位置をしっかり
合わせ持ってから入れてあげないと入らないんだ。なるほどなるほど。OK かな。これで入ったのかな。これで入ったっぽい。こっち先固定した方がいいかな。うん、ここがさっき思いっきり浮いてたのがこれでなんとかはまってたのかな。いけたっぽい。ちょっと一旦先に全部のビス仮止めしよう。結構ね、今回このキット作っててこの動画見てちょっと面白そうやからこのキット作ってみようかなっていう風に言っていただける方がすごく多くて、非常にねこうやりがいを感じてるんですけど、なかなかこの辺がややこしいんで、このなぜね部品の合いが結構やっぱりシビアなんですよね。12分の1やから大味かっていうとそういうわけではなくて、結構合いがシビアなので、その辺をね今からやるっていう方は気をつけてあげてください。で結構合いがシビアなのと、なぜパーツの合いが硬いんで、ほんまにその辺は注意ですね。ただまあタミヤなんでね、物が合わないっていうことはないので、その辺は大丈夫だとは思います。硬い指が。あとねこれ作るときはね、そこそこまともな精密ドライバーは必須ですね。キットに付属のドライバーだと先っぽの精度がねあんまり良くないんで、多分ねこういうきついビスを締めるときに多分ネジの頭舐めちゃうと思いますね。っていうぐらい硬いこの。ああちょっと指が。なんでこれもねそこそこの値段するやつやから、値段するやつやったっけな、そんなに確か安物ではなかったとは思うんだけど、精密ドライバーだから力が入んないんですよね。だから非常にこういう硬いビスは締めにくい。
よし、 OK、 こんな感じ、こういう感じでフロアがくっつきますと。で、まあきっちり締め込んであげたら、ここのサイドパネルもね、それなりにチリがあってくれます。ちょっとだけチリが甘いけど、あーちょっと指がやばい。よいしょ、こんな感じで、お次はあれ、順番が全然違うな。でお次はこのリアウィングですね。リアウィングは、こんな感じで、まあ、モールドがねもともと入ってるんで、もうこれはクリア、黒 EX ブラックで塗った後にクリアを拭いただけですね。デカール貼った後にクリアを拭いただけっていう感じにしてあります。まあ、艶ありの黒っていう指定になってたんで、それでつけてあります。で、ここにつけて、あ、またネジ止め、ちょっと指がおかしいから休憩。はい、そしたらちょっと続きやっていきます。で、このウィングのステーもビスで固定なので、ここにね、ビスを2本入れていきます。これでね、ウィングの固定ができたので、その下にテールライトですね。テールライトを取り付け。こんな感じ。こんな感じでテールライトを取り付けます。このテールライトは、ここにね赤のクリアパーツ、赤クリアレッドで塗ったクリアパーツをつけてるんですけど、その裏側にはミラーフィニッシュを貼ってあります。なんでね、こうちょっと光が当たるとキラッと光るような感じ。これがないとね、クリアレッドはもう真っ黒になっちゃうんで、こういう風にしてあります。だいぶ違うと思います。これね、こんな感じにしてやるので、あとはこれはまあ後回しで後でいいんだけど、フロントウィングももうある程度くっつけちゃってます。これはもう接着するだけなんでね、あれですけど、こんな感じになってて、リアウィングと一緒で、ウィングのこのフラップのところはモールドが入ってるので、EX ブラックで塗って、その上にデカールを貼った後にクリアを拭いてるって感じ。で、ここのね、ケブラー柄に関しては、特に指定はなかったんですけど、画像資料を見ると、そのレースによってあったりなかったりなんですよね。ここのケブラー柄、ここのところね。なんで、まああった方がね、絵面的にも模型映えするかなっていうのもあったんで、特にね、何グランプリ仕様で作ってくれっていう指定ではないので、貼ってあります。こんな感じで、で、ちっちゃいところなんですけど、ここだけ一応赤で塗装してあるって感じですね。で、あとこの翼端板のところも、このデジタルの下のところ、ここはね、塗装の指定に、塗装でこのケブラー柄を、ケブラー柄っぽく塗るっていう指定だったんですけど、
なんかいまいちなんで、塗装、ケブラ柄のデカールを貼ってあります。こんな感じでね、はい。で、まあ、これはもうここにペッてつけるだけ。こんな感じね。ここまで来るとね、もうほんと F1 らしくなってくるんで、いいですね。で、あとは、ここにこのサイドのダクト、ラジエーターダクトですね、これが、くっつきます。で、これもね、ここの部分も、トリセツではカーキドラブ、カーキドラブやったっけな、違う、なんて色やったっけ、あ、カーキドラブ、カーキドラブでケブラー風の塗装しろっていう指定なんですけど、これもね、レースによってカーあのケブラーだったり普通のカーボンだったり、普通に艶消しの黒になってたりっていう感じでいろいろだったんで、今回はちょっとね、周りとのバランス考えて、セミグロスブラックにしてあります。で、これをここに取り付けてあげる。で、これは見えないところにつけるからセメントにしよう。はまらないじゃん、スペースがないじゃん。かなりね、ここのスペースがタイトですね。こんな感じで、ここの上のカバー、ここの上のカバーがね、これもね、レースによってあったりなかったりするんですけど、やっぱね、カバーついてるよりね、こうダクトが開いててこうチラッと奥のラジエーターとかがね見える感じの方がやっぱり模型的にはかっこいいと僕は思うんで、ここはとりあえず開けておきます。別にカバーは後からでもつけれるんでね、まあ、多分つけることはないやろうけど。よいしょ、あっつ、しまった、地味にね、よく見るとね、このこっちのオイルクーラーとこっちのラジエーター厚みが違うんですね。同じようにパコパコってはまると思ったら、だいぶこの左右でクリアランスが違う。こっちの方がさらにきついですね、うん、OK、 こんな感じ。おお、できてきましたね。で、あと最後に、これ前回の動画の時にね、つけるのを忘れたんですけど、このインダクションボックスっていうのかな、これもね、一応トリセツではカーキドラブで塗れっていう指定になってたんですけど、ピットが合わない、これね、なってたんですけど、こんな感じでケブラーのカーボンデカールを貼り付けて、それだけだとちょっと色が明るすぎるんで、その上から、クリアブラックを拭いてちょっと色を落ち着かせてあります。こんな感じで、その上からツヤ消しを拭いてっていう感じですね。こんな感じで、ここの
口のところは黒で塗り分けっていう指定だったんで、ここの部分はデカールを貼らずにっていう感じの感じにしてあります。でこれはねもうポコッと上に乗っけるだけこんな感じ。はい、これで一応、シャーシ周りは、全て完成ですね。こんな感じ。あとこのボディの上のカバーをカウルをつけてタイヤをつければ完成っていう感じなんで、まあよくピットとかで、整備中みたいな感じで見かける姿はこういう姿なんですよね。こんな感じ。ここまでできました。なんで、次の動画で次の動画でボディのカウルの、修正ですね。クリア拭いてちょっとおかしなったって言ってたと思うんですけど、あれの修正をやって、で、その次の動画かな、その次の動画で、完成っていう形の段取りでいこうと思ってますので、まああと2回ぐらいかな、の2回か3、長く言っても3回ぐらいの動画で完成まで持っていけると思いますので、この続き完成まで見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あとまあいいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。